ででは音読です日本語からいきましょうかね。ここから読んでいきましょう。一般的な単語。不可欠な、essential。重要な、significant。貢献する、contribute。影響、impact。多様な、diverse。ユニークな、独特な、unique。学問、教育関連の単語。 研究、research。これ、research と呼んでもいいです。私は research で覚えちゃったんで、これで大体そう言っちゃいますけど。分析、analysis。仮説、hypothesis。実験、experiment。理論、theory。結論、conclusion。 社会、経済関連の単語。グローバリゼーション。グローバリゼーション。持続可能性。サステイナビリティ。サステインですね、ここはね。早く読むか、サステイナビリティになると思いますけど。経済的なエコノミック。えー、政策、ポリシー。 発展、デベロップメント。人文、文化に関する単語。遺産、ヘリテージ伝統、トラディション。ごめんごめん、飛んじゃった。<laughs> じゃあ行きますね。どこだっけどうだっけヘリテージトラディション。あ、これか。文化的な、カ u チ t u r アイデンティティ、アイデンティティ。 芸術的なアーティスティィスック科学技術関連の単語革新イノベーションテクノロジーテクノロジー,ロジー、えー、環境エンバーロメントバイオテクノロジーバイオテクノロジー,ロジー気候クライマットあれちょっと待ってこれ同じのだな。 ここまでですね。